上野ひろです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーつかみマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということで、はい、今日はですね、6月入りましたね。びっくりやった。今月も半分いきますから、もうすぐ、はい、そんな、日になってるわけなんですけども、はい、はい、そんな6月4日どんな日でございましょうか。はい、歩みのこの日どんな日気になる。今日は6月6日ということで、はい、虫、はい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 日本昆虫クラブが虫の日を制定しました。はい、昆虫が住める街づくりを目指しています。はい、はい、昆虫が住める街づくり、それは自然豊かな街にしましょうねって自然いっぱい、そういうこと。まあまあ ねやっぱね、いろんな昆虫って言ってもいろいろあるからね。そうですね、はい、害虫じゃなくて昆虫なんですね。昆虫あくまで昆虫ですよ。です、ね、はいですね、はい、それともう一つ、はい、ショートフィルムの日です。お、来た、来ましたね、はいはいはい、東京都渋谷区にある、うん、事務所があって、うん、映画祭の企画運営、映像コンテンツの制作とか、はい、企画とか販売などを行うショート実行委員会が制定いたしました。はい、はいはい、ショートフィルムを紹介する短編映画祭、はい、アメリカショートフィルムフェスティバルが1999年、うん、平成11年の6月4日に日本で初めて開催されたことを記念して、うん、記念日が作られております、はい、これがね、うん、実はね、まあ、結構ね、その時期になったら、うん、よくテレビにですね、うん、何やろ、ニュース番組とかでもそうだけど、コメンテーターで、うん、なぜか別所哲也さんが出てきて、うん、よく喋られるんですけど、うん、あれ何かっていうと、別所哲也さんがこのショートフィルムフェスティバルのね、うん、まあ、実行委員というかをされていて、うん、で実際これハリウッドとつながってる映画祭なんですよね。アメリカショートフィルムフェスティバルっていうのが、まあ、アカデミーとかが中心になって、うん、まあ、若手のね、映像クリエイターをもうどんどん発掘していこうということで、うん、長いんじゃなくてね、短いフィルムにすることによって映像の可能性をね、いろいろチャレンジしてもらって、面白い映像作りっていうのをやっていくクリエイターをどんどん育てていこうと、でどんどん紹介していこうという、趣旨で始まったやつなんですけど、はい、で、まあ、この日本でもね、まあ、その1999年ですかね、はい、から始まってるんですけど、はい、まあ、この流れの中で48時間でね、映画作るっていう、48時間映画祭とかね、そういうのもあったりとかするんですが、はい、まあ、どんどんね、こういうのが盛り上がっていってくれるとね、いいなと思うんですけどね。そうですよね。はい、楽しみとなっております。はい、はい、ということでございました、はい、まあまあね、6月4日ですよ、もうね、はい、本当に半年過ぎようとしてるんですけども、はい、はい、そんな時にですね、はい、なんとですね、チャレンジャー来たんですよ。よっ、よっ、来た来た、もうすごい、すごいなんか勇気あるよね。はい、ねえ、まあ、俺、まあ、今のところね、このプレゼンありかなしかで、はい、罰は、まあ、僕一人しか、そうですよ、ね、出てないんですけどね、まあ、そろそろなんか2組目が出てもええんちゃうかと思って、まあまあまあね、まあまあまあ、ね、正月2発目で俺出したからね、うん、ですね、ちょうど半年くれたっていうか、まあ、これは的にはいいんちゃうかなって俺は思う、ねえ、ねえ、思うんですけどね。ちょっとそろそろボイスチェンジ、そんなところでやってきてくれた挑戦者でございます。はい、はい、挑戦者、ノベルみゆきさん、はい、はいはい、はい、どうぞ。はい、ということで、今日は、なんていうあれですか、はい、はい、皆さんどうも、舞台裏隊のノベルです。なぎさです。ということで、私たち舞台裏隊という YouTube の、まだ始まってないね、あれ、まだ始まってないね、まだ始まってないね、はい、まだ始まってない、舞台裏隊です。そうそうそう、はい、舞台裏隊さんが来ていただいたということですね。はい、はい、いや、はい、他にね、はい、アオイちゃんのカメラと他のメンバーがいるんですけども、はい、今日はお休みということで、あ、なるほど、ちょっと先に伝えときたくて、はい、先走りました。なるほど、なるほど、失礼しました。はい、はい、ということなんですね、はい、この5人で、はい、5人で、何をやってはるんですか。えっ、ー、と
もともと私たち新今宮のヨロベスというところにあったお化け屋敷、ドライブイン屋敷ですね、はい、行きましたよ私、はい、レポートしましたよ、おっさん2人で見ました。全然あのおっさん2人がキャーキャー言うてても何にも面白ないし、あのしかもあの真っ暗やから何も映ってへんねんけど、うわっうわっドーンとガーッとなんかそれをただ単に流してるだけっていうのに、再生回数多かった、再生回数がなぜかトップ2です。あの私たちはすごい楽しませていただきました。でですね、そこで、はい、あの知り合ったメンバーで、うんうん、何か面白いことをしようじゃないかということで、はいはいはい、ずっと続けているという形のグループになります。じゃあ、 あのなんかあそこのお化けをやってはったんですか。そうです、お化けをやってましたね。なんかあのゾンビメイクみたいな感じでなんかいろいろ多分あの乗らはった時の、はい、あの女の子の主役、主人公の女の子が彼女やったはずでしたね。あ、そうなんだ、はい、そうなんだ、楽しかったです。もうねすごかったねあれね。もうなんか途中から途中でほらあの男の人があの鉄パイプ持ってズリズリ出てきますね。そう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 、あの出てきてからなんか激しくなんかいろいろ揺さぶられる。そうですね、はい、確かに車もめちゃめちゃ揺れますし、ね、揺れるね、揺れたねあれね、はい、まあまあそんな、ことをされていたいたメンバーで、はい、舞台裏隊。そうです、舞台裏隊ということ で、これはだから YouTube なんですね。そうです、 YouTube で主に活動してるんですけども、はいはいはい、ま、Twitter だったり TikTok だったり、はい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 、まずは私たちのことをみんなに知ってもらおうということでいろんな活動をさせていただいてます、はい、というのを、はい、今日はプレゼンしに来ていただいたと、そういうことでございます、ね、はいはい、はい、まあ、なんか実はですねあの最近撮影で ここ使ってるね。そうなんですよ、はい、ということなので、はい、まあ、あのマテリアルともあのご縁があるというか、そうなんです、はい、いう感じですし、まあ、あの葵ちゃんはね、そうです、あのこのマテリアルがやってるあの演劇派カラーズの劇団員やったりとかします。そうです。はい、まあまあそういうつながりもあってね。そうです、そうです、はい、やっておるということなんですが、はい、はい、じゃあまあその辺も含めていろいろね、はい、お話聞けたらなと思います。それではいきたいと思うんですが、これね、はい、聞いてるよね、分かってるよね。あ、はい。これあるの。おー、はい。まあ、丸か×か。はい。あのありかなしかなんで。はい。ありかなしかなんで。三角が出た場合、片方だけなんかモザイクになったりします。三角、三角、ならない。三角、三角、いやもうだってもうこれ丸か×か。ならない、ならない、そうだ。なので、丸か×かで、はい、丸だったらよかったねーなんですけど、×だったら、モザイク。モザイク。はい。で声がボイスチェンジャー。ああ。せっかくの私たちの美声が。あんま変われへんかもしれへん。トーン的に変われへんかも。ありか、はい、ありね。ということなので、まあ、あの、はい、基本的にあれですけどね、内容がいいか悪いかじゃなくて、はい、プレゼンが良かったか悪かったかなので。いけるかな。お任せ。あ、OK です。まあ、おもろかったら、はい、わ、はい、かりました。はい、はい、頑張っていただきます。はい。はい、で今日誰が番号決めてもらったらいいんじゃないですか。誰に判定してほしいか。一番甘い人誰ですか。じゃあ私は実はあのね、あの3人とも知り合いなので、もともとあの渚ちゃんに決めてもらおうかなと思うんですけど、うん、どうですかね。はい、初めましてなんで、せっかくなんでね、誰がいい。そりゃあかんやん、来るなり俺が思いっきりお前にダメ出してるところで。絶対俺選ばれへんよ、ね、ここカットして。渚のその感性で。感性。そう、あの私たちね5人いるんですけど、個性しかないメンバーなんで、あ、もう、ね、あの渚の個性と感性に任せるわ、うん、私は。いいよ。もうそれ言われたらいいよ。監督でしょ。はいはいはい。はい、もうそれはもう待ってたよ。さすが。渚ちゃんよく分かってるわ。お前天才やな。はい。やっぱ天才やな。はい。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、10分測りますね。はい、10分か。10分やね。そうか、10分喋らなかった、ね、そうやね。はい、行くよ。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート、ということで改めまして舞台裏隊のノベルです。渚です。ということ
でね、今日はお休みなんですけども、他に葵ちゃん、キャメロン、翔太郎という個性しかない5人組で YouTube をやらせていただいております。はい、ということで主な活動としては、実は今はあのホラー系のお仕事からのメンバーだったんですけれども、ホラーのお仕事がちょっと一旦お休みになってしまったので、みんなでボードゲームしたり TikTok を撮ったり、まずは私たちを知ってもらおうという活動をずっと行っております。で、先ほどねちょっと聞いてたんですけども、半年、うちも実は半年なんです。おーおーおー、はい、そんな長い半年になりまして、で去年 あのハロウィンからずっと組んでやらせていただいたので、もう投稿自体が半年になりまして、はいはい、今70人ですね、登録者、ありがたいことに、はい、行きました。で、ここから100人までまずは目指そうということなんですけれども、実は大きい企画を考えておりまして、まだちょっとあの詳細の方は出せないんですけども、出せないんですけども、あのそれこそね、何の因果か今日タイムリーなショートフィルムの日ということで、実はとあるショートフィルムを私たち挑戦していこうかなと思っております。まあ、あのもちろんホラーで知り合ったメンバーなので、ホラーにちなんだものになるんですけども、今まで皆さんが見たことのないホラーを作ろうと思ってます。はい、すごい。それはまたね、後日ここに宣伝に行きます、うん、なるほど、来てください、ぜひ、はい、はい、ということで、はい、あと何しゃべろうかな。そうね、またない、2分しか経ってない、やばい、8分も、はい、そうね、あの何しゃべるかなんかね、もうそれがでも私たちの全てなんですよ。いやいやいや、だから、ごめん、はい、普段どんなことやってんの。普段その TikTok なり、はい、あの YouTube なりでどんなその見たら何が見れるの。ああ、そうですね、あの個性豊かなメンバーしかいないと言ったんですけども、あの上から3人がちょっと年齢が離れてるんですね。で、下2人がまだ20代前半のメンバーなんですけども、その2人がひたすらドッキリにかけられるっていう。え、それスタジオでやってんの。スタジオでやってる。やりました。はい、で、あのもう一人ね、あの葵ちゃんがその、はいはい、下の方のメンバーにはなるんですけども、はいはい、葵ちゃんには、うん、渚ちゃんにドッキリをしますって伝えて、あ、なるほど、はい、普通に撮影してるんですけども、うん、渚ちゃんには葵ちゃんにドッキリを仕掛けますっていう。なるほど、ね、やられましたね。お互いがドッキリだと分かっていながらドッキリにかけられるっていう。のを撮ったりとかですね、はいはい、あとはその他の YouTuber さんだったり、うん、TikToker さんだったりを見て、うん、これ面白そうやなっていうのをひたすらかいつまでやってます、うん、でもやっぱりね、その真似するだけじゃやっぱり芸がないので、うん、ないよね、こことここと、うん、いいねみたいな感じでやらせていただいてます。はい、えーとこ取りして、えーとこ取りして。なるほど、はい、そんな感じで。え、その問題、一番跳ねたやつはどんなやつで。一番跳ねたやつがですね、まだあのショートだけなんですけど、ショートのその TikTok からの転載させていただいた分が、うんうんうん、まあ1000回2000回結構回ってる感じで、はい、こんな感じですかね。それはどんなやつなの。それ TikTok のやつどれだっけ。なんか踊ってるやつ。踊ってるやつですね。踊ってるやつと、あとあの舞台裏っ体の裏側っていうので、うん、裏側のそのなんて言うんでしょう、はあ、あの寝起きに突撃してみたりとか。あ、寝起きに突撃。やられましたね、主に。控え室で寝てるってこと。あ、まあ、そうですね、あの控え室の前のフロアでちょっとみんなで雑魚寝してる時に突然私が突撃していって、すっごいヌルヌルした動画なんですけど。なんかその公園と公園の間とかで隙間があるから、ここでみんな寝てるみたいな。休憩してる時に、はい、いきなりうわーって行くみたいな。行くみたいな。そしたら、まあ、おのおの寝ぼけて変なこと言ってるんで、それをそのまま字幕つけて流すっていう。あ、なるほどなるほど。それはお前の趣味やな。そう、お前が趣味でをやるやつや。ただそれがすごい伸びるんですもん。あの予想してない反応しか返ってこないんで、やっぱり個性しかないんで、みんな。なるほど、うん、すごいびっくりすることにね。そうです ね。あんまり伸びてほしくなかったんで。やられたやられたんですよね。その時はどんな風にやったの。なんかもうどんな反応したの。す
あの、まあ、ちょっとんって感じやったんですけど、なんかそれがもうね、変な鳴き声レベルで恐竜の鳴き声みたいなのが撮れたんですよ。形式ですね、それは。それをそのまま載せられました、ね、YouTube にドーンと、はい、させていただいてられました、本当に。え、それどんな声、そちょっとめっちゃ聞きたいんだけど、それ出ますかね。あ、もうあれはね、寝起きじゃないと出ない、出ないです。あーね、うん、私多分字幕で隠す。社会的死を与えられる恐怖。いろんな面白そうなゲーム買ってきてしたりとかっていうのでひたすら遊んでいるって感じですね。はい、はい、なんかベールしときたい歌ある？あ、ちなみにダイエット企画も今一人で進んでいるんですけど。一人でね。そうなんですよ。年末じゃない、年始、お正月に書き初め企画というのをやりまして、みんなで期限を設けて、いろんなことに今チャレンジしてるんですけども、それが1ヶ月に1回の報告っていう形でも上がってまして、今渚ちゃんは、ダイエット企画に取り組んでおります、やっております。どうですか、その、正月から、正月からもうだから5ヶ月ぐらいはやってるね。やっぱ半年やね、6月やから。はい、はい、何グラムぐらいいった？いや、ちょっと減ってはいるんですけど、減ってはいるんですけど、5ヶ月で、それがね、もうあの期間があと1ヶ月半なんですよね。多分あとマイナス9とか8とかじゃなかったかな。やばいです、ちょっと美味しい時期あったんで、変動が。まあまあまあ、まあ、ここからね、そうですね、追い込んでね、あと1ヶ月半でどれぐらい痩せるかとかっていうのを、っていうのをやってたりするんです、ね、あの渚ちゃんの体重がセキララに出てます。あ、出ました。体重計を乗ってそのまま映ってすごいですね。全然隠してない、隠してないですね。すごい。でもね、そのダイエットにこんな料理を食べてますみたいなのも全部出してるんで、もしね、そのとかね、やってみたいっていう人も、はい、でもそれで2キロいってないね。そう、ちょっと、まあ、以上食べたな。だいぶ食べてますね。そう、参考にならん。そのご飯だけ。そのご飯を参考にして。全然考えてなくて、それも本当にノリと勢いで撮ったので、書き留めも。でも多分寝起き、寝起き寝起き大好きなんで。もうちょっと企画考えたらめっちゃ普段はちゃんと撮った上でやってるんですけど、突発的にちょっとやりたくなってしまうんですよ。なるはね、突発のやつもやっちゃうかなって、ね、そっちの方が割と跳ねてんの。そうですね。ね、天然には勝てない。あ、まあまあ、ね、そういう舞台裏隊ということで、はい、ということでやらせていただいてます、はい、YouTube のチャンネルで頑張ってらっしゃるので、はい、ぜひそちらもね見ていただいてということですね。あと1分です、はい、あと1分です。最後にどうぞ。今でもいい感じに締まったけど、そうですね、最後にどうぞ。最後に、チャンネル名なのね。そうです、舞台裏隊で検索していただければ出てきます。 TikTok とかもある。はい、はい、あります。ツイッターもある。ツイッターもあります、はい、詳しくは概要欄でプロセスを設定いただきます。はい、はい、ぜひ、面白そうだなと思ったら登録してやってください。お願いします。お願いします。はい、という感じですか。はい、はい、はい、ということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、はい、もう一
ぱい喋ったよね。うん、頑張りました。喋ったよね。もういいよね。はい。もう他 の、 あの、ね、ゲストの時とかもうこう終わってからいやでもねなんて言いながらなんかめっちゃいろいろ と、 と聞くんですけど、じゃあそろそろ判定いきましょうか。もうどうしようもないね。どうしようもない。はいよ。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしか判定。もうほんま大変やねこのあのずっとこう追っかけなあかんからモザイクです、ね、俺の時一人分やったから二人分モザイクをかけくんめんどくさいね。え、面白くなかったってことですか。面白いか面白くないかはチャンネル見立ってください。はい、はい、ということで、舞台裏隊のお二人でした。どうもありがとうございました。はい、じゃあ次あゆみ。はい、おはようございます。はい、ボケヤ監督の DVD 発売記念イベントの最中ですね。はい、はいはい、ね、4、5と明日もやっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はいはい、お時間の方が13時スタートと15時スタートと17時スタートと19時スタート、それぞれ20分前からの会場となっております。はい、内容がね4つあるんですけど、4つ分かってるの全部違うんで、これはね本当に面白そうですね。めちゃめちゃ面白そうです。まあ、おすすめは4番目の4番目のあの、監督がバラされたくないあの黒歴史、過去のね黒歴史の過去作品を、そうそうそう、上映されるので、はい、今まで作ったものコスメピック DNA っていう映画の DVD が発売されるのを記念して、はい、今までの作品をね、はい、特にあの短編が短いのでベリーショートがあるみたいな、50秒ですよ。50秒の作品が流れたりとかするので、はい、まあ、先週たっぷりあのどういう内容か、はい、お話し聞いていただいたと思うんですけど、はい、はいはい、をやっておりますので、ぜひぜひ、はい、今日明日ではい、やっておりますのでお越しください、はい、そして6日がチームラッシュ走るイベントございます。はい、18時からオープンしまして19時から走り出しますので、ぜひぜひお越しください。じゃあ参加料が、1000円でドリンク付きとなっておりますので、ぜひぜひお越しください。あと9日がクリプトスタディ、はい、仮想通貨のお勉強会となっております。こちらは参加費は無料となっておりますが、ドリンクのオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。そして11、12がチョイスの日ですね、はい、がございますので、はい、はい、そちらの方もぜひ。先月もチョイス祭りやったもんな。そうです、めちゃくちゃチョイスやりまくった。チョイスやりまくった。どんだけチョイスするっていうぐらい、あの、はい、まずゴールデンウィークでね、はい、チョイスめっちゃやって、はい、でその後勢いに任せ て、俺の大好きなのロビン・ウィリアムス特集を、やってしまいまして、はい、2日間ロビン・ウィリアムス作品を見倒すという、エグかったね、あれも。何本見てんねんって感じで、映画ブルブル見てました。はい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 、はい、という、はい、あ、というもんはいね、はい、で内容についてはまた、はい、次の、グッチャイ、はい、いま、ね、はい、はい、ということで、マテリア通信はこれですね、終わりです。はい、はい、終わり、ありがとうございました。今日のグッチャイということで、今日もやってまいりました。よくわかんないけどグッチャイグッチャイ、はい、ということなんですが、はいはい、これがですね、はい、11、12の、はい、チョイスの日で、11日がどういう感じになるんでしょうか。はい、11日が名作シリーズをグッと一緒にやろうなと思っております。はい、名作シリーズです。はい、名作シリーズで、はい、で、どんなやつやるんでしょうか。はい、一つ、はい、ニューシネマパラダイスがグッチョイされております。はい、はい、ですね、はい、はい、で、他は他はまだ
まだですよ。グッチョイス。どの名作の。ノーチョイス。でも絶対グッチョイス。いや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 、はい、まあまあまあ名作ですからね。はい、はい、もうみんなが知っているというかね。はい、そういうやつを多分選ばれるんでしょうが、はい、今のところはニューシネマパラダイスが決まっていて、はい、決まってます。でこれがサードチョイスですね。はい、でファーストチョイスとセカンドチョイスがまだ決まってない。はい。はい、なのでまた、次回というか、ホームページでホームページの方でご覧ください、はい、ご覧いただけると思いますんで、はい、そちらの方でご覧ご確認いただきたいんですが、はい、ニューシネマパラダイス、ね、まあまあこれも言わずと知れたというか、もうみんな名前だけは絶対知ってる、見たことなくても名前は絶対知ってるぐらいの作品ですよね。はい、なんか思い出あるんですか。思い出というか、まあまあ本当に若い時に、うん、見たんですけど、はい、実際その長いじゃないですか。その長いですね。で、まあ、その時見た時は結構、まあ、言うたら戦争中にですね、はい、その、まあ、戦争に行って入ったんですけど、はい、まあまあ、子供の頃に育った、まあ、映画館の話というか、うん、まあ、その話なんですけれども、その時は結構だるいなと、うん、だから一気に見れなかった、はい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 、途中で終わったりして、まあ、続きみたいな。まあ、あれですよね、結構夜中 のほら正月とか、年末とかに夜中になんかニューシネマパラダイスたまにね、うん、そうです、夜中にやってるやん、映画あん中あん中でたまに流れたりとかね、何年かに1回流れたりしますよね。暗いイメージあったんですまあ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 、でもやっぱりちょっとね、ちょっと年いってから見たら、うん、すごいやっぱ感動したんですよ、はいはいはい、でも最後のそのね、まあ、あるシーン、はいはい、かけれなかった映画の部分っていうのね、はいはい、最後に全部見るっていうのが、俺がめちゃくちゃ感動して、それが泣けたんですよ。これなんでこんな感動するんやろ、はいはいはい、ぜひ皆さんに感動を楽しんでいただきたい。なるほど、なるほど、まあ、そういう、そのニューシネマパラダイスみたいに感動を楽しんでいただくようなチョイスを、はい、この2日間はやると、はい、そうです、いうことですね。チョイスをやってくださ、はい、はい、そこまでグッチョイよく分かれへんよ、これも分かれへんけどやっといてね、グッチョイ、はい、これグッチョイ言うた時にグッチョイとかで流れてるからスイートがいろいろ遊んでるんで、はい、ということですね、はい、まあ今月はね11、12ということでね、はい、そういう、ラインナップになってますので、来週、ね、来週また、12日の、はい、チョイスについてはピックアップでぐっちゃりします、ぐっちゃりしますので、はい、また、お楽しみいただければと思います。はい、はい、ということで今日もぐっちゃりでした、ありがとうございました、はい、です、はい、はい、お疲れ様でした、よかった、どうでした、どうでした、いやモザイクにならなくてよかったです。いやもう本当ね、はい、そうなんです、ね、そう多分ね俺が罰にするときは編集めんどくさくてもこれあかんやろっていうときですから、罰にしないだろうと思うんですよ、はい、ここやったらわからんかったかも、判定員がここやったらわからん、ナイスチョイス、はいはい、まあそういうこともねありますけど、はい、じゃあまたなそのショートフィルム、そうですね、ショートフィルムね、作った時にはホラー、はい、ホラー、ホラー、今までにないホラーをね、今まで見たことがないホラーを作ります、まあ、作るということなので、はい、その時にはまたこちらにね、はい、10分間10分間、はい、10分間ちょっと作ってこいよ、もうこんな感じでいくかもしれないいいと思う、はい、またお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、今週はこんな感じでした、どうもありがとうございました。